安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回の双眼鏡なんですがはい、あのね、オークションで落札したんですが、でその時はね、一応健康の双眼鏡ということで、ね、片パン不明ということで出品されていたんですが、届いたものを見てもね、どこにも健康の文字も書かれていないので、本当にね、健康の双眼鏡だったのかもちょっとわからない謎双眼鏡です。その双眼鏡の取説が入ってたんですけど、健康のね、それもね、あの汎用のやつが入っていただけなので、うん、だからね、この双眼鏡が健康性だったというものを示すものは何もありませんでした。で、本体にも書かれていません。ここにね、なんか番号とジャパンって書いてあるんですけど、ね、だったら健康なら健康って書くんじゃねえのかなって気はするんですよね。はい、で一応、10倍42の実視界 8.5 度の縦ポロの双眼鏡ですね。はい、ということで再び登場していただきましょう。CBR の方出しましょうかね。はい、よいしょ。こうか、こんな感じでね、ここ多分同じパーツですよね、これね。だからで、大きさ感もね、あんま変わらないような気がするんですよね。だからここのプリズムユニットねが共有パーツで、接眼と対物を付け替えて各種バリエーションがね、当時売られていたんじゃないのかなっていうふうに思います。でよく分かりません。だってメーカー名もね、あの本当かどうかわからない双眼鏡の情報なんか調べようないですからね。うん、おそらくは相当に古いものだと思います。で、私この双眼鏡なんで買ったのかといえば、よいしょ、これです。あれ、カメラのレンズだとあんまりわかんないですね。ライトのせいか、あのね、中が透けて見えちゃいますね、これね。ああ、びっくりだ。反射のせい、反射しちゃうからこうなっちゃうんですね。消してみるとどうなのかな。よいしょ。あ、消すとわかりますかね、ほら。猫。いわゆるルビーコートの類の双眼鏡なんですよ、これ。ね。真っ赤かでしょ。ああ、ライトで直接当てるとこれ分かんなくなっちゃいますね、思ったよりね。普通にね、普通の照明で肉眼で見るとこんな感じだろうね。中の様子がね、よく分かんないんですよね。ああ、そうなんですね。これは知らなかったな。はい、うん、今までね、私が双眼鏡に興味を持った時にはもうね、この IR コート、うん、ルビーコート、真っ赤化レンズの双眼鏡というのは完全にもう下火になっていて、それこそ新品だとね、ナシカのね、10倍21 の、 安いやつね、2000円ぐらいのやつが堂々と売られてる以外はほとんどもうね、新品では見かけなくなっていた時代です。ということでね、今までね、ルビーコートの双眼鏡はね、1台も持ってなかったんですよ。で、もう一つね、これルビーコートに関して個人的に疑問があったので、うん、1台ね、ルビーコートの双眼鏡はね、持っておきたいなと思ったんですよ。持っておきたいっていうか、まあ、覗いてみたいなと思ったわけです。うん。ついでに接眼も見ましょうかね。よいしょ。接眼はこんな感じ。
倍率高めなのでレンズちっちゃいですね、はい、こんな感じです。これマゼンタでしょうね多分ね、はい、うん、マゼンタの色合いは深めで割と綺麗ですね。こうやって見ると BK7 の、うん、青い影がプリズム見えますね、うん、ちゃんと瞳系大きい感じがしますんで、うん、あのタービス42は多分間違いないと思います。よいしょ、はい、でね、動画の中で何回も言及してますけど、私はね色覚異常があります。でね、どうもね私はね赤がね弱いみたいなんですね。あのパソコンでねこう色グラフィックソフトを扱ってる時に赤のね色合いのね強弱をこうスライダーで動かすじゃないですか、こうね押すとねあんまりわからないんですよ、うん、違いがね。だからおそらく赤が弱いんですね。ということは赤の感受性が低い人間がね赤い光線を反射する IR コート、ルビーコートの双眼鏡を覗いたとすれば、つまり赤が反射されるだけなら、ね、赤はもともと感受性が低い人間が覗いた時に差がほとんど出ないんじゃないのかなっていうふうな疑問があったんですよ。意味わかりますかね。うん。ね。もともと赤をあまり感じていない人間が透過率がうんと低い双眼鏡を覗いたとすれば、一般の人だならね、赤い光が透過しにくい双眼鏡を覗けば青っぽかったりする像になるわけじゃないですかね。それが赤の感受性が低い色覚異常のものが覗いた時にどう見えるんだろうって疑問が前からあったんです。で覗いてみた印象なんですが、うん、分かりません結論を言えば私の目だと多分ルビーコートの双眼鏡でも色合いの変化っていうのはねあんまり関係ないみたいです。うん、というね予想してた通りの結果が出ました。はいね、うん、理屈ではなんとなくそうだろうなと思ってたんですけど、実際にそうだとね確認が取れて面白かったです。でその目から見て覗いた印象なんですが結構悪くないなと思います。はい、おそらくこのね設計がね無理がないんでしょうねきっとね、この縦ポロのシステムがね、うん、どちらかというとねこの735の方が、うん、良いなって気はしますけど、これもまあまあ悪くはないですね。アイカップがね異常にこれよいしょ、出眼レンズが小さい上に、ね、アイカップが非常に浅いということはアイレリーフはこれかなり低い、アイレリーフはかなり短いのだと思います。なのでね気をつけないと多分まつげをまつげで汚しちゃう気がしますけどね、はい、古いものなのでちょっとね柔らかすぎるような気がしますね。ピントリングとか視度調整とかね、視度調整なんかゆるゆるです。その気があればこれ分解してグリスをね固めのやつを塗り直して やりたいような気もするんですけど、まあ使うことはないかな長年の疑問がね、一つ解けたということで、それでなんか満足しちゃった感じがね、ちょっとありますね。うん、だって今だったら普通にね、やっぱダハのね、10倍42のね、双眼鏡を使った方がいいにはいいですからね。好きならね、防水ですしね、うん、大概はね。うん、でもね時代を考えればこういう双眼鏡はね良かったんじゃないのかなと思いますね。うん、基本的な性質がね悪くないと思います。覗きやすいです、うん、私は好きですね。ダハと違ってね、あ、これゴミついたまま貼り付いちゃってますねこれね。うん、
那覇と違って、あれこれしなくても普通にねポロですからね、多少の甘いところは許容してくれるところもあるでしょうから、はい、低価格品の中型双眼鏡にはおそらく良いシステムだったんじゃないかなと思いますね、はい、うん、ということでいやーびっくりだな、こうやって、うん、光が直接当たるとこう見えちゃうんですね。もう一回消しますねポチッとね、うん、当然ね、まっすぐすればこれね反対が見えますけどね、うん、こう内部構造がねこうすると見えないんですよ、うん、これ困ったなと思ったんですけど、そうなんですね、こう光を当てると中見えるんですね、これね、うん、見える見える、これは面白いな、うん、はい、ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。ごきげんよう。